エリアナ・パブロワは、ロシア出身の日本のバレリーナである。1937年に帰化、日本名は、霧島エリーコ。横浜、後に、鎌倉でバレエを教え、日本にバレエを根付かせた。最初の人物として知られ、日本バレエの母と呼ばれる。コーカサス地方のチフリス生まれ、青年には1899年説もある。通説では、 白系ロシア人貴族の血筋とされるが、鈴木明は旅芸人の家族に生まれたのではないかと記述している。母のナタリア、妹のナデジダと共に、ロシア革命から逃れ、ヘルシンキ、ハルビン、上海を経て19、1919年7月に日本に入国すると、神戸で公演を行い、その秋10月には浅草で、六家国連合歌舞音楽団公演に、 出演して、品種の白鳥などを上演する。翌1921年、幼いカオルが所長を務める東京市本郷区の、松竹キネマ研究所が制作したサイレント映画、君を知らずやの主演に抜擢され、同年、沢静子らは、講演会、ロシア舞踊劇協会をまとめ、やがて、エリアナパブロババレー団の創設準備へと進む。 一家は1923年9月に発生した関東大震災に遭遇し、妹ナデジダは足を負傷してダンサーとしての活動ができなくなった。ナデジダの治療を兼ねて一家は神戸に避難し、翌年上海へと渡った。エリアナは上海からアメリカかヨーロッパに行こうと考えていたというが、日本から迎えに来た支援者たちの熱意にほだされ、1925年に 一家で、日本に戻った。鎌倉にスタジオを借り、帰国した、服部千恵子が加わると、翌年には、日比谷野外音楽堂で、野外舞踊大会と題して、リサイタルを催すなど、エリアナパブロババレエ団の原型が整う。旧エリアナパブロア帝1927年、神奈川県鎌倉郡腰越,越村七里ヶ浜に、日本初のバレエの稽古場を建て、あ優作。 立花の秋子、海谷八男子、近藤玲子、大滝愛子、島田博史、服部千恵子らを育てた。バレエ教室で教える傍ら、バレエ団としての発表会も毎年秋に、三司会館の舞台にかけ、1932年発足の新舞踊家連盟に、高田聖子や川上鈴子、山田五郎、執行、正俊や福井茂、藤影静江、 花柳玉美らと参加。1933年から1934年にかけて国技館に川上や高田らと日本青年館に田沢千代子、梅園隆子、川上、最小義、山田らと出演している。また海谷八尾子の入門を認めたのも1934年である。1933年に一家は日本への帰化を申請し、 1937年6月30日付で、許可が降りると、三市会館で、エリアナ・パブロバキカ記念社音大舞踊会を開いて、披露した。日本名は、霧島エリコ、霧島エリコと言い,い、母のタリアは、桜子、妹なデジダは、なでこと改名している。翌年には、日比谷公会堂で模様された、愛国15回公演に、 ブローヌの森他で出演し、同じ舞台でアラビアンナイトに出したカイタニヤオコを、その年の秋に17歳でデビュー公演させている。この頃にはバレエ教室を開いておよそ10年が経ち、初期の文下生がそれぞれのバレエ団を開いていき、軍人会館の後期2600年宝宿パブロババレエスクール春の舞踊発表を開いた折には、 立花の秋子らを客演に招いた。パブロバは、同年秋、恒例の発表会で、白鳥の湖を一幕に縮めて待った。島田博はこの年に入団し、デビュー公演は、白鳥の湖の王子役であった。約2ヶ月にわたる伊門公演の強行スケジュールの中、1941年5月3日、伊門先の南京で病に倒れ、 中央陸軍病院に収容されるが死去した。その死は軍属の戦病死として扱われ、鎌倉氏は思想を持ってエリアナを送った。バレエ界の衝撃は大きく、6月初旬に大日本舞踊連盟主催でエリアナパブロバ舞踊層が取り行われ、中旬にはパブロバ舞踊研究所が小エリアナパブロバ女子追悼舞踊会を催し、小形玲子やあ優作、 藤田茂などの客演を、服部千恵子や、海谷タニが迎えている。1943年にも追悼公演が催され、13回期に、望む1953年11月には、日比谷公会堂で、エリアナ・パブロバ13回期追悼公演が開かれた。稽古場は、エリアナの死後も母ナタリアと妹、ナデジダにより続けられた。 なでじだは1977年10月24日、放送の新日本気行、湘南、電車通り鎌倉、藤沢に出演しており、その中で姉について語っている。そのなでじだが亡くなると、旧パブロア邸の稽古場は閉じられ、長らく、鎌倉パブロは記念館として公開された。1996年に、平館の後個人の邸宅となっている。 元文化生や勇士は、懸賞費を立てるために募金活動を行い、国道134号沿いに、用地の太陽を受けて、庭園を設けると、1986年12月に、日本バレー発祥の地という記念碑を建立、鎌倉市に寄贈した。一家の墓所は、横浜山手外人墓地の12地区にある。母と姉を葬るため、生前、この墓所を求めた投げ地だであったが、 母妃の完成を見ることなく1982年12月に死去している。エリアナ・パブロワの舞台衣装や写真などの遺品は、鎌倉芸術館で2003年のパブロワ展、2010年12月には、同館の主催公演、レニングラード国立バレエに際して臨時に見せた。鎌倉市は、検証費ともに、鎌倉パブロワ記念館の所蔵文を受蔵し、吉谷信子記念館、 2013年に活動を再開したエリエナ・パーブロバ検証会の保管に委ねられ、新国立劇場舞台美術センター資料館への移管は2014年に検討されたが2015年時点で実現はしていない。鎌倉市は2019年、パブロは来日100周年の機会に市内で写真他を展示した。本名、エレーナ・ニコライブ・ナ・トゥマンスカヤ・パブロワロ。 エレナ・ニコライアバナ・トゥマンスカイユ・パブロバ。エリアナ・パブロワの没日には、他に5月2日節と5月6日節が存在する。本校では、オックスフォード・バレエダンス辞典と、写真で綴る文化シリーズ、神奈川県三横浜山手外人墓地などの記述によった。立花の秋子バレエ団は1933年、あずまゆは1939年に、 バレエ団主催者となり、翌年、松山寿号入団させる。ありがとうございます。